埋設作業、ロードヒーティングの効果ロードヒーティングは、道路の融雪及び凍結防止のため路面の温度を上げる施設である。車道や歩道の舗装内に、電熱線類、または温水を循環させるパイプを埋設し、路面を加熱する。気象状況や路面状況によって、断続、または連続で運転し防雪、凍結防止目的とした運用方法となる。 車両用道路だけではなく、バリアフリー対策を兼ねて、市街地の歩道にも設置されている。高速道路では寒冷地以外でも、トンネル出口や、橋梁凍結防止の短距離区間に設置される。過去事例では施行費が高いため、北海道や山間部のように、気温が低く小雪パイプが凍結により、利用できない地域で用いられてきた。設置後もランニングコストが財政を圧迫し、 使用を停止する地域も少なくない。温水を循環させる場合の熱源は、清掃工場の余熱やガスや灯油を燃料とした温水ボイラーを用いるものが多い。ヒートポンプや他の排熱を利用するものもある。近年では、維持管理費の問題を解決すべく風力発電、水力発電や、路床に手を加えて、地中熱を利用可能にした技術や、海水、湖水、 温泉の高温排水といった自然エネルギーを利用したロードヒーティングの総合的な取り組みで運用費用削減が行われている。家庭用にも普及し埋設しない小規模なロードヒーティングがあり、電力会社各社による融雪用電力のための安価な料金プランが設定されている地域もある。ありがとうございます。